ヒマラヤ杉の剪定の紹介です。ヒマラヤ杉は自然に伸ばしておいた方が樹形が自然で良いのですが、どんどん伸びていきますので、昨年の樹形まで切り戻しします。ヒマラヤ杉はマツ科の常緑針葉樹で、ヒマラヤ山脈西部が原産です。成長速度が非常に速く、最大で30メートル以上の高さに達することがあります。葉は針状の葉を持ち、青緑色で密に生えます。ヒマラヤ杉の剪定は樹形を整え、健康を保つために重要です。ヒマラヤ杉の剪定は春先から夏前、または秋が最適です。真夏の剪定は避けましょう。強い剪定を行うと木に大きなダメージを与え、最悪枯れることがあります。今回は少し時期がずれていますので、強い剪定は行わず、軽い透かし剪定を行います。木が大きいので枝元の方は木に登って剪定しますが、枝先は届かないので高所作業車を使用します。木の頂上から下に向かって剪定します。内側は木に登って頂上から剪定します。不要な枝を均等に間引き、先端を揃え樹形を整えます。特に徒長枝や垂直に上に伸びた枝、交差した枝を取り除きます。枝先は長く伸びた枝を外観が揃うように短い枝に切り戻しします。同じ方向に2本ダブった枝は1本に切り落とします。剪定前よりかなり枝が空いてきました。完成に近づいてきました。剪定前と比較して樹形が整ってきれいに仕上がってきました。時間をかければまだまだ樹形がきれいに揃いますが、この辺でハサミを置きます。剪定の完了です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。